こんにちは。じゃあ我が家にこんなものが届きましたよ。はい、ハンガリー産フォアグラポーションカット、高級食材、はい、あのふるさと納税のこれを使って、はい、ペストを作りましょう。はい、パスタ、これちっちゃいね。いやでも高いんじゃない。あ、まあまあ多分めちゃめちゃ安いものとは全然多分違うと思うからね。まあ熱入れたら溶けるだろうって、もう半分ぐらいちっちゃくなるかもしれない。その熱の入れ方次第じゃないですか。まあそうっすけど、まあまあ入れるよ。熱は一回取り出す。そしたら出していいですか。ああ全然出す、出すの出していい。うわい、油が、油がすごい。これでいくらぐらいなんですかね。万、万はいかんか。万はいかんじゃないかな。万はいかんか。これ一回焼くんですか。焼きます、はい。まずフォアグラを、うん、白ワインでちょっと焼きます、はい。まあオリーブオイルかバターか、オリーブオイルでいいでしょう。はい、オリーブオイル、はい。フォアグラ炒めて、うん、ベーコン炒めて、まあそれにパスタ入れる感じになるんですかね。あと生クリームか、はい、はい。そしたらちょっと大きめのフォアグラと、はい、ちっちゃいフォアグラ作ります、はい。じゃあ切ってきます、はい。あ、切っちゃうのね。切っちゃいますよ。ちょっと大きめのも欲しいね。これ薄切りっていうか、はい、こんぐらいになったりしますわ。よし、うわ贅沢だの。そしたらフォアグラ入れていきますよ。はい、いいかい。はい、中火の弱火で入れます。なんか強火にするとね、ちっちゃくなりそうで怖い。まあ確かに。朝日さんニンニク、朝日さんニンニク出た。朝日さんニンニク、ニンニクを結構多め。はい、いっしょ。はい、めちゃくちゃ入れたね。めちゃくちゃ入れました。ちょこっと白ワインも加えとっていい。はい、もういいかも。ちっちゃ。いや、いいさ、いいさ、そんなもんだから。生よね。でも揚げていいですか。どうせ溶けるから。揚げていいですか、これ。あ、フォアグラだけ。フォアグラだけ、はい。フォアグロ、いやでも香りはすごいいい匂い、ね、フォアグラの香りだ。じゃあベーコン、はい、パッと切ります。これ今フォアグラの美味しい、美味しい油がで、キスがね。これ一回してますか、これ。いや、ダメ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 はい、ベーコン、はい、出ます。はい、いや野菜皮やったね。まあいいね、いい。そしたら生クリーム入れます。はい、よいしょ、入れます。はい、ドンピャー、全部いった、全部いった。フォアグラなんか見れば見るほど、よし、虚しくなって、うん、と、ちょっとコンソメを削って入れます。はい、とべやで、うん、パスタちょっと曲がる程度茹でて、はいはい、もうすぐこっちに入れて、こっちに。あ、なるほど、詰めようかなと。そしたら味入りそうじゃん。なるほど、そう、水分足りんかな。足りんね。もう一個いくか、入れるよ。はい、水分足します。あ、いい感じかも。こんぐらいの量あっていいね。じゃあ、パスタ入れます。ドバ、はい、でも曲がったらすぐ曲がった、曲がった、よし。じゃあもうこっから一気に、はい、こっちに入れます。はい、これ重かばってちょっと行くよ、せーの、はい、よいしょ、よし、よいしょ、よいしょ。で、パスタ茹でる時間と同じぐらい茹でます。あ、茹でます、煮詰めます。7分ぐらい。水分足りんなと思ったら、おいしょ、
なんか、丸っこいファブルキムさん、確かに今思った、太ったの。太ったですよ。水分ちょっと足すか、この湯で、はい。それハマっとらやったね。確かに今何分経ったろうか。3分、4分、あと4分ぐらいする。もうちょっと使ってほしいな。ちょっと水そう、どうせ吹っ飛ぶけんね、ボコボコなった。はい、パスタ完成。フォアグラはいつ入れるんですか。これでまた戻して、うん、戻せよ。はい、戻してください。ほら、はい、パスタ完成。ネギどうぞ。はい、お願いします。はい、ちょっとずつちょっと美味しそうよはい、緑が今、緑が乗った。よし、はい、完成。いいし、食べていきましょう。よっしゃ、はい、いただきます。完成しました。完成しました。やった、ありつける。いただきます。いただきます。フォアグラのちっちゃくなっとるね。ちょっとね、ニンニクの効いとるけね。いいじゃん、味付けはどんな感じでしたの。塩、ニンニク、あ、ブラックペッパーかけてねえや。持ってきます。うん、食べるよどうぞ。あとコンソメいただきます。うん、めっちゃうまいじゃん。うん、フォアグラの油がすごいね。フォアグラいただこう。めっちゃうまいよ。めちゃうしい。天才的やった。うん、上手にだけどやるやん。やるやろ。はい、まずは、うん、いや、油すごいね、うん、すごい。フォアグラない部分食べても油がすごいうまい。うまっ。フォアグラパスタやばいね。麺の中にいらっしゃるね、フォアグラが、うん、あの、これね、パスタをね、うん、お湯でね、一瞬だけただ曲げただけでね、うん、このクリームソースでつる。これ全部油だよ、これ油、フォアグラの油ね、これ。ということで、はい、ふるさとフォアグラでフォアグラパスタでした。皆さんもぜひ増税してください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。